はい、こんにちは、ラボです。今日は、まあ、新しくやる村中屋の居酒屋から、はい、ちょっと撮影してみてます。今日、まあ、お知らせってことでね、ちょっと動画回してるんですけど、とうとう、やります。はい。プレゼント企画。はい、ちょっとごめんなさいね、長くなっちゃって。ちょっといろいろね、バタバタしてまして、ごめんなさい。一応、名目上は、YouTube1000 人超えと、Twitter4500 人超えましたっていうことで、まあ、久しぶりにね、やろうかなってことです。で、まあ、ついでのついでのついでみたいになるんですけど、まあ、高田の、メダカパークが今月、まあ、もうちょっとしたらオープンって感じですかね。まあ、それの前祝いって感じと、まあ、二人、新しくね、うちに来てくれた人がいるんで、まあ、その二人の仕事を作ろうかな、と思って。はい。はい、そんな感じですね。で、まあ、今回ちょっとね、まあ、星田さんとかが、まあ、協賛していただいたメダカがメインにはなるかなと。もちろんラボからも出しますけど、メインにはなるかなって感じです。で、今回のね、応募方法みたいなのは、まあ、これちょっとね、難しいんですけど、まあ、DJ 社長が言うには、YouTube の、まあ、プレゼント企画は、まあ、真っ白ではないと。うん、でもまあ、大物 YouTuber やっとるけ、まあ、問題ないとは思うんですけど、なんか、規約で、特にね、規制することはないんですけど、規制されてることはないけど、YouTube が何を一番、その、重んじて規制してるかっていうと、登録者をお金で買うこととかっていうのが、禁じられてるみたいで。じゃあ、プレゼントってどうなの？お金払ってるじゃないっていうところで行くと、DJ 社長から行くと、まあ、オフホワイトだけど、まあ、問題はないよ、みたいな。うん、まあ、ね、ヒカキンさんとか大物がやってて問題ないんで、まあ、YouTube も特に規制をすることはないので、まあ、ただね、ちょっと、どうせなら真っ白でやりたいんで、この YouTube で、その、登録してくれたらどうたらこうたらとかっていうプレゼントしたらダメならしいんですよ。はい。ただね、まあそういう DM も何件か来たんですけど、まあ DJ 社長曰く YouTube で投げかけずに、まあ YouTube で投げかけたとて規約違反ではないです。まあまずここ言わせてください。規約違反じゃない中で、で、さらに外部の SNS、じゃ Twitter とかで、その登録してくださいねっていうのは全然 OK らしいんで、まあこれが一番真っ白なやり方、皆さんがやってるやり方は白、うちは真っ白でやろうかなと思うんで、うん、まあね、ところどころポロッと出ちゃうかもしれないですけど、まあその辺はお願いします。あんまりね、まあこんなんで厳しくやってもって思うんですけどね。だってそもそも YouTube 始めるときに Google の人からこれダメですよとかって言われるわけでもなく、うん、だから難しいなと思いますけどね。まあ、できる限りそういう情報が入ってきた以上は調べて、で、白いようにはやりたいと思うんで、ちょっとね、YouTube で見てもらって、Twitter で見てもらってとか、ちょっとね、いろいろポンポンしちゃうかもしれないですけど、ちょっとその辺はごめんなさい。うん、だって登録者増やしたいんですもん。もう素直に言った方がいいでしょ、こういうのは。登録者増やしたいからやります。で、まあこれは、ちょっとツイッターでね、詳細は言いますけど、その、どうやったら応募できるかっていうのは、まあ YouTube のね、さっき言ったようにコンプライアンスとか、まあよくわからないところがあるんで、引っかかっても嫌なんで言わないようにしますけど、結局内容としては、今回は、まあ1週間、毎日、何名かな、まあちょっとあんまわかんないですけど、5名はいけると思います。うん、それで、まあ、余ったらって言ったら失礼ですけど、5名ずつ行って、まだ出せるようなら最終日にドカンとやります。はい。なんで、まあちょっとその辺の品種だったりとかっていうのはね、もう完全にこっちのお任せでいいよって人だけにしてください。うん。じゃないとね、おもんないんで、なんかよくちゃちゃ入れる人おるじゃないですか、プレゼント企画なのに。だからそういうのはちょっと面白くないなと思うんで、もうこちらの、だけ、例えば、まあ、今回の品種で言うと、星田さんのサボテンで、ミカユリとか、まあ、その辺が、まあ、メインにはなってくるかなと思います。うん。で、まあ、どっちにしても星田さん直系か、ラボ直系しか出ないんで、
それで、じゃあ例えば、YouTube の、あ、そうそう、YouTube の、ライブ配信します。はい。ライブ配信で抽選します。もうそれは決めてます。で、時間も、ほんと、前後したらごめんなさい。ちょっと前後したらごめんなさいだけど、8時から1週間やります。はい。前後したらほんとごめんなさい。ほんとごめんなさい、それは。ただ、一応やる予定です。で、まあこれも、またね、YouTube 増やすための作戦だと思ってもらっていいんですけど、YouTube のライブ配信中に、なんか弾くかなんかやります。で、その時に DM を送ります。その人にね。で、多分 Twitter 上で参加しますとかをやってもらうんですよ。Twitter 上で参加してしますとかの表明をしてもらった後に、後にじゃないよ。表明してもらって、で、そこで、まあ、何時までに応募してくださいねっていうのをやって、その日の20時にやります。例えば、まあちょっとごめんなさい、話ポンポン変わって。例えば、明日からやろうと思うんで、だから今日の夜、開始、応募、20時ぐらいからかな。まあしたとして、例えば、20時だったら多分な。21時にしようか。21時から募集開始します。で、21時から募集を開始して、次の日の朝とか昼かな。まあ、12時ぐらいまでかな。うん。まあ、それもちょっとツイッターとか見といてくださいね。ぐらいにして、で、その日のうちにその21時から昼12時までにやった人は、その日のうちにもうやります。抽選します。で、抽選するときは、さっきも言ったようにライブ配信で、さらに、当選しましたって人に、この、DM します。DM を必ず5分以内に返してください。まあ、これもツイッターに書いてます。5分以内に返して、なんかよくテレビ番組やっとるじゃないですか。電話してみて、あ、もしもーしって言って、はい、じゃあキーワード何でしたか、ボーン、はい、おめでとうございます、みたいな感じ。はい。それをね、まあ多分、仕事中に見る人とか、電車の中で見る人とかも多分いると思うんで、その電話とか、まあそういうのじゃなくて。で、さらに、まあ、トークでね、その日の、なんて言うんですか、キーワードは言わなくて、キーワードはもう出しておきます。はい。キーワードは多分、ホワイトボードかなんかに書いて、もう音声じゃなくてもね、わかるように、ちょっとその辺を排除します。うん。で、DM に関しても、まあ、ちょっといじれればね、それいじれない状態だとちょっともう、ほんとごめんなさい。ただね、1週間嫌なんで許してください、その辺は。はい。うん。やっぱね、見てもらうってのがメインでやってるのに、まあ、プレアカっていうのかな。プレゼントのアカウントだったりとか、そのほぼ動いてないアカウントだったりとかってのを、まあみんな排除とかするんですけど、それする時間が多分ないですよね、1週間。で、しかも、その日にその抽選ってなると。だから多分全部をバーって書き出して、それで抽選するみたいな感じになるんで、まあ YouTube に引っ張りたいっていう多分の気持ちと、はい。まあその辺はご理解ください。うん。でね、まあ、それで、とりあえずライブします、抽選します、この人どうぞってキーワードが書いてあります、何ですか、ポンって送ってこられたら、まあ、5分以内とか、まあ、10分にするかもしれないですけどね、5分以内とかに返してもらったら、当選。で、その人が5分以内に返信がなかったりとかすると、次の人の抽選にします。はい。ちょっとそれはね、ご了承ください。うん。で、発送自体も、多分、1週間やって、その間も集計してとかあるんで、1週間後、その、すべて終わってからの発送にさせてください。はい。ちょっとそこは申し訳ないんですけど。ただね、まあ、引くときに、まあ、サボテンの人とか、見返りの人とは引くんで、だから品種が変わることは多分ないと思います。まあ、なんかあったらね、生き物なんでちょっとその辺はご了承ください。まあ、何かしらには変えて送るようにしますんで。で、まあ、そんな感じかな。うん。だから、その日に、前日の9時までに、
9時から応募開始して次の日の12時に応募締め切って、でその9時にあげるときにはその日の品種何セットずつとか、じゃサボテン5、サボテン3、2回入り2とか、なんかそういうの決めるんで、ただそれを見て、あ、応募しようとか応募スマーでもありです。で毎日応募もありです。毎日応募してもらってもいいです。はい。だから例えば明日から始まるのか、月曜か、月曜日抽選します、で外れました、火曜日抽選します、外れました、水曜日抽選します、外れました、もうこれ全部やってもらっていいです。募集、募集じゃないわ応募してもらって構いません。はい。でね、その月曜日に当たった人も火曜日にも応募して OK です。もうこれはフリーにします。もう一切忖度なしでやります。で毎日当たる人がおるかもしれないです。まあそんなね、応募する人おるんかどうかちょっとよくわかんないですけど、久しぶりのねプレゼント企画だし、おるんかどうかわかんないですけど、まあ応募してもいいかなと思ったらしてみてください。でライブ配信は必ず見るようにしてください。うん。そこでね、もう抽選してで5分以内とかあるんで、多分配信見てなかったら多分無理だと思うんで、そんな感じかなとは思います。でまあどうしてもね時間に間に合わない人とかはもう本当申し訳ないですけど、そこはちょっと気持ちとしてね受け取ってくださいはい。だからね、まあもうちょっと話も変わるけど、メダカ界ね今本当いろんな問題が起きすぎてるから、まあ、だからこそやろうかなっていうところはあるんですよ。まあちょっとしたね知識がなかったりとかで揉めたりとか、まあ、盗みがあったりとか、なんか人がこうしてるのをね、ああしてとか、なんか良くないことが起きてる。うん。なんか水届けたけ、どうちゃこうちゃ言われて、まあちょっと詳しく知らんけ、なんか詳しくは言えないんですけど、で、なんか誰かをなんか誹謗中傷するようなこと言ったりとか、なんかよくわかんないですね。そんなにみんながみんなに興味あるのかなって感じはしますけど、別に、まあ、言う人は言うんでね。どんな人にでも言うんで、まあ、仕方ないかなと思う部分はありますけど、ね、それをじゃあ、匿名掲示板じゃあ、ツイッターはって言って開き直るのも、どうなんかなっていう、匿名だったら何言ってもいいのかっていうわけではないのでね。この人がこう言われたら、嫌な思いする可能性があるのか、いい思いする可能性があるのかだったらさ、嫌な思いする可能性は排除した方が良くないって思うタイプなんで、プラスかマイナスかで言えばマイナスのことを発信する必要はなくて、プラスのね言葉を発し続けて、まあ褒められるかぶん殴られるかだったら褒められた方がいいわけなんでね、そういうのもやっぱり大人なんでみんな、心に留めておくことも大事だと思いますよ。本当に、だからまあ言われてね気にしないことも必要なのかもしれないけど、もともとをね言わなかったらいいんじゃないとは思うし、まあただ犯罪と詐欺とかと一緒でね、絶対そういう人はいなくならないんで、まあだからこそそういう人たちが活動しにくい場を作る。一人がねどうしても悪くポーンって言っとったら、あ、俺も俺もって乗っかって言いやすい環境になるじゃないですか。そういうのを発信する人が一人でも減れば、まあそういう人たちも発信しにくくなる。やっぱ日本の多数派の原理と一緒で、まあ、多数派はやっぱり動きやすくなっちゃう。だからちょっとでもねそういう人たちが少数で動きにくくするぐらいしかできないと思うんですけど、まあそういうのはやっていきましょう、みんなでね、ちょっとずつだけど。はい。じゃあまあそんな感じで今日9時ぐらいに一応あげるんで、まあ、YouTube 見てなかったらね結構取りこぼすこともあると思うんですよ。だから YouTube 見てる今のあなた結構チャンスだと思いますよ。多分ね応募する人がみんな見ないと思うんですよ。 Twitter でボンってあげて Twitter の中での情報しか、YouTube もう見んとわからんよっていうのは Twitter に書きますけど、多分ね難しいと思うんですよね。全員が全員 YouTube を見てくれると思えないんで、ってなったらチャンスだと思います。だから
かり1週間あるんでね、当ててください。はい、まあそんな感じでね、ちょっと今日の動画は終わろうと思います。